は、占い基礎講座その82でございます。もう82だよ、はい、100までもう少しですよ、ね、よし頑張るよはい、でずっと、まあ、駅の話やってます、前回が、駅の陰と陽を使ってね、はい、なんかほら性格をこう8つに分けるみたいなのあったじゃないですか。面白かったですね、頭脳がとかね、感情がとかってやつでね、駅は別に心の問題ばっかりじゃなくって、はい、見た目っていうのもあるわけですよ。顔形なんかも駅の毛で表すことができるよっていうのがあるわけなんですよ。でその時もやっぱり陰と陽で、バンとこういう感じですけどもね、うん、まあ毎度おなじみ、こっちのこうつながってる棒が陽ですよとか真ん中切れてるやついいんですよと、はい、ですごく単純な二分類なんですけども、例えば陽ってもともと陽気の陽だったりするわけだから、うん、明るい面を表しますよと、で陰は暗い面を表しますよ、はい、あとまた違う方として陽は大きくって陰は小さいっていう考え方もあるんですよね。で駅の毛ってこれを3段重ねて駅の毛にしてるわけですよ。3段、うん、ほら前回もそうだったけど地と上と陰みたいな感じ、で今度はそれをその性格ではなくってね、うん、例えば顔形にしてみようと。顔形、そうするとですね、はい、はい、これよ、これまあ肝という毛になるわけなんですよね、はい、でまあ、今回別に毛の意味とかはどうでもいいから、うん、今やったばっかりのね、うん、陰と陽でこう考えるわけですよ、はい、そうすると、はい、一番上と一番下が暗い、うん、で真ん中が明るい陰陽陰になって陰陽陰という形ですよね、うん、そうとも考えられるし、うん、大小で言ったら、うん、小さい大きい小さいと見ることもできる、うんうんうん、とこの肝という毛で表される人の顔の形ってね、うん、トランプのダイヤみたいな顔なんですよ。ダイヤ、要するに頬骨の張ってる人なんです。うーん、要するにこの小さい小さい大きいでしょ、うん、だからこう輪郭的にこういう感じの顔になっていて、うん、この辺の頬骨のところがこう大きく張り出してるよって形のよくいるでしょ、こういう顔の人、うん、いますいますいます。でそういう人の顔形ってこの肝の毛になってたりするわけなんですよね。なってたりっていうか、その要するにこの人の顔ってどんな顔って液を立てると、うん、こういう感じで出るよってことなわけですよ。へで、まあ、大きい小さいをそのままこう前に張り出してる大きいとか、うん、あと、まあ横方向にこう、ね、広がってるとか狭いとかっていうふうに見ることもできると。でちなみにね、うん、頭の体操みたいなんだけども、はい、これってどんな顔だか分かります？下から陰陽陽ってなってる顔。あ、これはもうあれですよね、だから逆三角形。あ、そうですよね、上が大きくて下小さいわけだから、うん、まあ逆三角形っぽいですよね、はい、あとねそうじゃなくって違う形で出る場合もあるわけ、うん、今のは大きい小さいだと大きい大きい小さい、うん、さっきの明るい明るい暗いだって考えるでしょ、はい、と顔の中で下だけ暗いって書いてあるんですよ、うん、これどんな顔でしょう。下だけ暗い、顎がない。それ逆三角形と同じことじゃん。あ、そうか、うん、口が小さい。いや本当に暗いの。暗い、これね、要するにこの口周りのひげの濃い人、要は明るいってことはあまり毛がないわけですよ。で白い白い黒いみたいなもんだから、ほら長嶋監督みたいなこう濃い人いるじゃないですか、青くてね、そうそうそう、うん、だから陰になってるところは暗い黒いって見るわけ。だから、うん、おでこの方とかこうつるっとしてても、うん、ここだけが顎ひげ濃いですねみたいな感じの顔というふうに見ることもできるわけですよ。でさっきのと組み合わせると大きい大きいでここが白い白いってなってるから、割とこうおでこ広い人なのかなとかね、でおでこ広くて下は細いけどこの辺顎ひげ濃い人なのかなとか、そういう見方もできるよってことなわけよね。へー、そっか、うん、だからたった3つなんだけど全部組み合わせてってみるとですね、うん、非常に実は顔形もよく特徴が出るものです。はあ、そういう液の立て方もあるんですよ。だから、はい、見たことのない人のこの人の顔どんな顔になってますかを液で見ましょうみたいなのもあるわけですよ。あ、すごいですね。それでどんな顔の方かっていうのが分かる、うん、で鑑定の中で逆に聞かれてないけどこの人ってこんな顔してませんかとかって言ったりすると よく当たってたりするんですよ。すごい、面白いでしょ、うん、まあ、たった2つもシンプルなんで、はい、やっぱり組み合わせる頭の柔軟さが必要ですけども。ああ、なるほどね、うん、あ、まあ、今日はちょっと8つ全部紹介してる時間がありませんけれども、はい、まずは、こんな感じで、皆さんも試してみてください。はい、はい、ありがとうございます。
以上です。はい、また明日も見てください。